ただ僕は、やっぱ向こうで最初、アメリカ人からこう、若い連中いるじゃないですか。はいはい、スランティードアイズとかって言われて、はいはい、そのアジア人をこう、バカにするわけですよ。で、はいはいはい、ジャックナンプ結構言われて、なんでこういうこの人種で差別されなきゃいけないんだっていうのは、本当にこう、初めてこう、差別体験をこう、経験して、まあ、本当にもう許せないなと思って、やっぱり日本人としての逆にこの誇りを持つようになったっていうか、それはやっぱその貴重な体験でしたね。それはあまり差別体験されませんでした。いや、僕あんま気づかないんですよね。だからその、レジの、その白人の女の子がこう、お釣りをこう、ちょっと上から落とすとかっていうのは僕あんま気にならないので、なんか潔癖症の人とかも他人に触りたくないとかいるじゃないですか。だから、まあ、ああ、この人はそういう人なんだっていう感じで、あんま気にならないんですよね。へー。